何匹か泳いでるの見えますね。青むきミジンコと言います。変なのいましたね。皆さんこんにちは。琵琶湖博物館で学芸員をしている鈴木貴人と言います。琵琶湖博物館では微小生物、主に動物を担当しています。琵琶湖の中には1800種類を超える生き物がいると言われていまして、そのうち小さな生き物たち、顕微鏡が必要になるような生き物たちがおよそ 83% ぐらいと言われています。僕が研究している微小生物という分野は、生き物としては様々な生き物がいるんですけれども、よくプランクトンの研究をしてるんですかというふうに聞かれます。で、実はプランクトンと微小生物というのはイコールではなくて、微小生物というのはあくまでサイズで見た時に大きいか小さいか、一般的には顕微鏡が必要になるぐらいのサイズのものというのが微小生物になります。で、プランクトンはどうかというと、水中を漂って生きている生き物、これがサイズ問わず全てプランクトンというふうになります。今日はこのバケツを使って、このバケツ1杯の中にどれぐらいの種類が入ってくるかというのを見てみたいと思います。普段はだいたいこのバケツ数十杯分ぐらいの水をろ過して、その中にいる生き物を展示してるんですけれども、果たして1杯の中でどれぐらい出てくれるのか、10から15種類ぐらい出てくれたらいいかなと思います。では実際に取りに行ってみましょう。はい、では今日の最終場所に到着しました。この場所は琵琶湖博物館の駐車場のすぐ隣にある船着き場です。ここでバケツ1杯分からどれぐらいプランクトンが取れるかというところを見ていきたいと思います。今日使う道具はプランクトンネットと呼ばれる特別な採集用のネットです。非常に細かい網でできていまして、今回使うやつは40マイクロメーター ×40 マイクロメーター、非常に細かい網目になっています。普通はこれを水の方に投げて、この長いロープで引っ張ってきて、その分をろ過したのが先端のケースにたまるという仕組みなんですけれども、今日はこのバケツで水を汲んで、このバケツの水をネットに入れてろ過していこうと思います。はい、それでは早速汲んでいきたいと思います。はい、では、バケツで水を採集しました。この中にどれぐらいのプランクトンが入っているでしょうか。何匹か泳いでるの見えますね。はい、それでは瓶の中に入れていきます。実はこの種類がいるなっていうのは、この時点でもある程度見えるものはあります。ミジンコの種類だけでも泳ぎ方である程度何ミジンコがいるっていうのが分かったりもしますので、少なくとも剣ミジンコは入っていますね。それから細かい線がたくさん見えますので、この時期に出るこういう線みたいなプランクトンっていうのは、珪藻のアウラコセーラの類か、もしくは卵巣、アオコの原因になるようなオシラトリアの仲間あたりが有力かなと思います。ではサンプルは取り終わったので、これからマイクローバーで観察していきたいと思います。はい、では、マイクローバーまで戻ってきましたので、先ほど取ったプランクトンたちを見ていきたいと思います。観察にはここにある、実体顕微鏡という顕微鏡を使います。では、実際に先ほどのこのサンプル見ていきましょう。思ったよりも、今日は数が出ているようです。ミジンコがなかなか何種類かいますね。今真ん中にいるこの這い回っているようなミジンコ、これが青むきミジンコと言います。青むきミジンコと言いながら、今見ててもらうとこれ腹ばいになってるんですね。全然名前と違うじゃないかと思うかもしれませんが、この青むきミジンコ、普段は光のある側にお腹を向けて泳いでいます。で、普段は水面の方が明るいので青むきになってますが、今は底っ玉の方が明るいので、残念ながら腹ばいミジンコと化しているという、そんな状態です。今の時期琵琶湖で比較的多く出ているプランクトンの一つとして、ケンミジンコの仲間っていうのがいます。普通のミジンコとはちょっと違った、こうエビのような形をしたプランクトンなんですけれども、非常に激しく、動くプランクトンです。で、時折止まってまたすぐ跳ねるように動くんですけれども、こういう緩急のある動きが、魚の目をごまかしているという話もありまして、実際、魚の餌としてドバッと水槽に入れてやると、比較的最後の方まで生き残る生き物です。このダニのような形をした、プランクトンがたくさん出ています。これ全然形は違うんですけれども、ケンミジンコの幼生、生まれてすぐの段階のやつですね。で、ノープリウスというふうに呼ばれています。何度か脱皮することによって、このダニのような形から、突如として、ケンミジンコの形へと変化していきます。まあ、脱皮動物の神秘ですね。水面の付近に今こうバネのような形をした、プランクトンというのが存在しています。これは昔はアナベナというふうに呼んでたんですけれども、今はドリコスペルマムというふうに呼ばれていますね。今度はシャーレの底の部分を見ていますけれども、底の方にも、この螺旋状の、プランクトンがいます。こちらがケイソウアウラコセーラの、その中でもこのバネ状の形になる、そういうタイプのアウラコセーラです。すぐ上にあるこのまっすぐな方もやっぱりアウラコセーラで、種類によってこうやってバネ状になったりまっすぐになったり、形が変わります。ケイソウっていうのは、最近ケイソウドマットなんかが有名ですけれども、それの原料になる、そんな植物プランクトンですね。実際珪藻土になるやつは化石ですので、数百万年とか数億年とか前に、海で沈んだ珪藻が、今珪藻土として取られます。今日も植物プランクトン、この時期はボルボックスが比較的よく出ます。ただ今日取れた個体はあんまり形が綺麗ではないですね。真ん中にいる緑の丸い塊がボルボックスなんですけれども、だいぶボロボロになってます。ボロボロにはなってますけれども、体の中に緑色の玉が入ってますね。これがボルボックスの子供になります。そして明らかに子供ではない何やら透明なものが中にいますね。実はボルボックスに専門に寄生するワムシがいます。おそらくこの個体がボロボロなのは、このワムシが中に入ってどんどんと食い荒らしているからと思われます。そうですね、今取れた中だと、ミジンコワムシというのが出ています。お前はミジンコなのかワムシなのかと思うかもしれませんが、だいたいこういうのは後ろに来ている方が本体ですので、まあ、ミジンコのような、形をしたワムシということで、種類としてはワムシです。で、ミジンコワムシ、今いましたね。この跳ねるように動いているのがミジンコワムシなんですけれども、普通ワムシっていうのは壺のような形をしているものが多くて、でこれ両側に腕のようなパーツが生えてるんですね。でこれがミジンコが泳ぐのに使っている第二触角のように見えるよということで、ミジンコのような形をしているワムシでミジンコワムシというふうに言われています。琵琶湖だと夏の一時期見れるかどうかという感じで、最近ちょくちょく出ていますので、まあ今年の秋ぐらいまではひょっとしたらこのマイクロバーでも見れるかもしれません。一押しプランクトンがいてくれた。今一番真ん中に映っているこのちょっとトゲの生えた、植物プランクトン、これがイケツノオビムシというふうに名前がついています。虫というふうに名前がついていますが、実態としては植物プランクトンです。植物プランクトンの中でも泳ぎ回るタイプですね。あ、上側にもいますね。今ゆっくりと回っています。実はこの頭側の三角形と後ろ側のこのトゲの2本生えた部分っていうのが、まあ、ざっくりと2つの殻からできていて、でその殻の継ぎ目のところに帯のように鞭毛を回して、でそれをスクリューのように回転させて泳ぐという、そんな特徴を持っています。ゆっくりと回りながら泳ぎ始めましたね。なんと言いますかね、宇宙戦艦があるというんですかね、この尖った側に泳いでいく様子といいますか、割とこうかっこよさを感じると。種類としては後ろのトゲが3本のものなんかもあったりします。微小生物の面白いところはやはり姿と生態ですね。特に形はやっぱり我々が普段見ている生き物の姿とはまるで違った、まあ、なんだこれはと言いたくなるような、形をしたものがたくさんいまして、でもちゃんと、水中でしかもこのずっと昔から同じような形をして生き延びてきているということで、まあこんな摩訶不思議な生き物が水の中にはうじゃうじゃといるというところが、面白いところです。変なのいましたね。これは厳密にはプランクトンではないんですけれども、コケムシの仲間です。ちょっとこれだけだとどの種類かというところまでは、分かりにくいんですけれども、コケムシで、背中にまだ休眠蛾の殻をかぶってますので、最近、休眠状態から復活したやつみたいですね。今は1個体分だけですけれども、ここから、マンションのように、たくさん部屋を作って、で仲間を増やして、で、石の表面なんかを苔のように覆ってしまうということで、コケムシという名前がついています。今見えている触手で水流を起こして、でこの触手の中央にある口に向けてどんどんと、食べ物になる、まあ、水中のこの微粒子ですね、それを運んでいます。コケムシはちょっと意外だったな。これは琵琶勲章藻ですね。で琵琶勲章藻、琵琶湖で初めて見つかったのでそういう名前がついていて、であたかも固有種のような、雰囲気になっていますが、実は琵琶湖以外からでもちょくちょく見つかっています。で猫背ミジンコの周りにはこれ青子を作るような、植物プランクトンの仲間です。何種類か出てるみたいですけれども、グループとしてはミクロキスチスという、ゼリー状の分泌物の中に、細胞が収まっているという、そんな、グループになります。はい、では調査が完了しました。本日の調査結果を発表していきたいと思います。まず見つかったプランクトンの種類、こちらが全てで21種類見つけることができました。もう少しじっくり調べたらまだ何種類か見つかるかもしれません。最初15種類ぐらい出ればいいかなと思っていましたので、想像よりもたくさんのプランクトンが出てくれました。では、どんなプランクトンが多かったか、今回見つかったプランクトンの中で量が多かったものトップ3を発表したいと思います。第3位、動物プランクトンが出てきまして、これがケンミジンコの仲間になります。ケンミジンコはこの時期は非常に多く見られるプランクトンでして、ケンミジンコの親とそれに加えてその子供幼生であるノープリウス、この2種類が非常に多く出ていました。続いて第2位、アオコの原因になるニクロキッシス、シアノバクテリアの一種です。これは水面にたくさん浮かんでいるのが観察できました。一番多かったのが植物プランクトン珪藻のアウラコセイロ、まっすぐなタイプとネジネジした2種類のタイプが出ていました。非常に数が多かったです。今日取れたプランクトンたちですけれども、この時期だともっとアオコのプランクトンが取れていいかなということがあったり、琵琶湖で最大のミジンコ、場合によっては1センチを超えてくるようなノロと呼ばれるミジンコが見つかってもいいかなと思っていたんですが、残念ながら今日は見つかりませんでした。マイクロバーでは毎朝琵琶湖に行って今日のようにプランクトンを取って朝どれのプランクトンを展示しています。前々からの天気、それから当日の天気、そして春夏秋冬、各季節に応じてさまざまなプランクトンというのが、日替わりで見ることができます。琵琶湖の多様なプランクトン、さまざまな時期に見たいという人は是非いろんなタイミングでマイクロバーの方来て顕微鏡を覗いてもらえたらなと思います。琵琶湖には多様な微小生物たちが住んでいます。それぞれ世にも変わった変な形のものがたくさんいる。そして実はまだ見つかっていない微小生物たちというのもたくさんいます。今後皆さんにもぜひまだ見ぬ得体の知れない生き物たちを探すチャンスというのがたくさんあります。僕もまだ全くもって取り尽くせてはいませんので、皆さんもぜひ新しい微小生物たち探してみてください。この動画が良かったと思った方、琵琶湖博物館へ行ってみたいと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。では琵琶湖博物館でお待ちしております。